はい、どうも、いつもね、動画ご視聴いただいて本当にありがとうございます。おっちゃんのね、ゆるいガレージライフ、カーライフ、バイクライフ、そしてね、ラジコンライフの時間です。それで今日はね、おっちゃん何をしてるかといったらね、これ、わかりますか？いろいろ散らかってるんですけどね、こちら、これではわからないですね。今日はね、まだね、ラジコンの肉ドリフと、今回はね、横もさんの RD2.0、 これをね、組み立ててるんですよ。これ私持ってるんですよ。持ってるのになぜ今日またこれを組み立ててるかといったら、おっちゃんはね、今日ちょっとテンション高いですよ。こちら、これちょっと分かりにくいよね。これ分かりますか？NSX-NA1、 こちらのボディがね、これ限定で再販になったんですよ。これおっちゃんめちゃくちゃ欲しかったんですよ。それでね、限定ですよ、限定。もうね、今回これを逃したら多分ね、次の再販はないと言われたんですけどね、これね、限定再販入手することができました。それでおっちゃんはね、まあ、おっちゃんこれの黒を乗ってるんでね、自分の車と同じを作りたいっていうのが あったのが一番と、それとね、まあ、これのね、これに乗せるこのシャーシ、シャーシを作ろうと思って、今あるラジコンのボディだけ乗せ替えしたらいいんですけどね、やっぱりおニューのボディに、おニューのシャーシ、こちらで行こうかなと思ってます。それでね、ラジコンなされてる方はね、いろいろ分かると思うんですよ。本体があって、ボディがあって、あとね、送信機と受信機、そしてモーターをね、制御するアンプとかね、いろいろあと必要なんですよ。それで今回ね、こちら横もさんのね、最高峰、RPX2、 こちらをね、ちょっと試したいなと。もうね、おっちゃん試したいこといっぱいなんですよ。それでね、今日はこちらをね、つけていこうかなと思ってます。それでプロポはね、もう使い慣れてる、こちら、双葉さんの 4PM、 それで、モーターとあとジャイロなんですけど、それはね、ちょっとお料理、決めていこうかなと思ってます。まあそんな感じでね、今日はね、おっちゃんこんな感じでね、ラジコン組み立てていきます。それでラジコンをね、組み立てるシーンっていうのは、ちょっと前にこちらの RD2.0 を組み立てるね、ラジコンのシーンもアップしますのでね、詳細はそちらで見てください。まあ要所要所っていうかね、もうほんとね、飛ばし飛ばしではね、撮影していきたいと思います。それで、こちらのね、NSX の塗装ボディに関してもね、またちょっと前に、失敗しない塗装の仕方っていう動画をね、3回ぐらい上げてるんですよ。まあ1年に1回ずつね、またそちらの方、概要欄の方に貼っときますのでね、そちらの方で、確認していただいたらめちゃくちゃ嬉しいです。ってなわけでね、おっちゃんは今日今からね、一生懸命、今日中に作りたいなと思ってるんですけどね、やっぱり仕事の合間合間なんでね、どこまでできるかわからないですけどね、ちょっと頑張っていきたいと思います。というわけで、今日のおっちゃんの動画は愛車 NSX を作るでーす。ではね、皆さん最後までお付き合いください。おーす。
はい、それでこれシャーシ完成、完成っていうかまだこれメカ乗ってないんですけどね。あとサーボとかアンプとかジャイロモーターを乗せて、それでアップアームつけて、まあ、シャーシは完成かなと。もうここまで来たらまあ9割型シャーシの方は終わってるかなと。それで今までのね、時間が朝に30分ぐらいして、それでちょっと、仕事の合間で30分ぐらい、それで今が2時間半ぐらい、合計3時間ぐらい、3時間でもうちょっとかかってるかな。まあそれぐらいでね、ここまで組み上がってきました。あ、今回もね、説明書通り、もう本当にちょっとスペシャルなね、セッティングとか設定とかそういうんでなしにね、取説通り、組みました。それで今からね、ちょっとボディもね並行して作っていきたいんですよ。それでね、とりあえず今からね、ボディにかかっていきます。ボディこちら、ボディね、結局あれやね、1日ではボディ行って、でまたこれつけるとかいろいろやってたらなかなか1日では出来上がらない感じ。まあ組むんだけだったらね半日ぐらいの作業なんですけど、まあこれからちょっとアンプの設定とかねいろいろもろもろいるのでね、まあそんな感じね、とりあえずこれ今から NSX ボディ作っていきます。それでこのボディに関してもね、前の動画でアップしてますので、ボディの塗り方失敗しない塗装の仕方をね、そちらの方でご覧ください。ではおっちゃん今から頑張ります。はい、一応ボディも塗り上がりました。こんな感じ、それでまあこうボディの高さとかね一応合わせて、これに乗っけて、それとあとね、あのサーボっていうやつ、おっちゃんが今回つけろうと思ってるサーボがね明日店に届くんですよ。それでね、今日完成までは間に合わなかったんですけどね、まあいいところまで出来上がったかなと。それでね、次の動画ではね、今日本当はね完成してあの 走らせる動画まで行きたかったんですけど、たまたまね、ちょっとサーボがね、つけたいサーボがなかったので本当にね、次回ということで、それで次回はこれね NSX おっちゃんの NSX をね、並べて撮影したりね、まあこれの走る動画とかね、そういうのを撮っていきたいと思いますのでね、もしよかったらあのチャンネル登録してね、次の動画でお会いできればめちゃくちゃ嬉しいです。というわけでね、今日は本当にごめんなさいね、本当に、完成まで行く予定でした。あ、それでね、途中も言いましたけど、こちら、ボディの塗装の仕方、これ今回ね、もう撮影しませんでした。それはなぜかといったらね、もうちょっと時間が長くなって、見てる方がね、ちょっと長すぎて嫌になるかなと思ってね、今回は省略しました。それでこの失敗しないボディの塗装の仕方っていうのはね、3つか4つ挙げてるんですよ。それとかここのね、カットラインの綺麗なカットの仕方とか、塗装の仕方とか、それと前回ね、こちら横野さんの RD2.0、 それとかレイブ D さんの RDX、こちらのね、組み立て動画もアップしてますのでね、また そこのところはね全部概要欄に貼っておきますのでね、詳細が気になる方はね、前回の動画を見てやってください。というわけでね、今日の動画いかがでしたでしょうか。まあこのようなね、ゆるい動画になりましたけど、もしよかったらいいね、高評価、グッドボタンお願いします。それとまたチャンネル登録していただいてね、次の動画で、お会いできればめちゃくちゃ嬉しいです。それでまあお盆休み真っただ中とは思うんですけどね、皆さん熱中症にならないようにねお気をつけてください。それで、このお盆休みはね月曜日以外、ここでいますのでね、もしよかったら遊びに来てやってください。というわけで、今日も動画最後までご視聴ありがとうございました。いつもの中途半端で終わるおっちゃんの動画でした。さようなら。おー。